江ノ島電鉄線は神奈川県藤沢市南藤沢の藤沢駅から同市、片瀬海岸一丁目の江ノ島駅を経て、鎌倉市小成町の鎌倉駅に至る江ノ島電鉄の鉄道路線。1902年に藤沢片瀬間が開通し、1910年に小町までの全線が開通した。江ノ電として広く親しまれている。駅ナンバリングで使われる路線記号は案。 全区間にて、パスもスイカなどの交通系 IC カード乗車券が利用可能である。ただしパスもスイカ以外の交通系 IC カードは改札機でしか利用できず、チャージ等のサービスは有人駅でのみ受けられる。全長25メートルほどの2両1組の連接車を持ち、これを単行、または2組連結させた重連で運転されている。 途中の腰越,越江ノ島間は平用軌道となっており、道路上を走行しているが、道路線は鉄道事業法に基づく鉄道路線である。しかし建設の経緯や車両の大きさなどから講義での路面電車や LRT に分類されることもある。日本の路面電車一覧の項目も参照。一時期、電力会社の経営であった名残から、現在も一部の河川柱を、 東京電力の電力柱と共有している江ノ島電鉄歴史の項目も参照。戦後はモータリゼーションの影響で乗客数が落ち込み一時は廃止の危機に陥った。しかし付近の道路が渋滞して電車の定時性が見直されたことやテレビドラマなど鎌倉湘南ブームで江ノ電の人気が復活したこともあって利用者数が増加した。全線単線で 越越江ノの島間に県道上を七里ヶ浜付近や稲村ヶ崎付近に市道の橋を走る平洋軌道区間がある。研修工場は極楽寺駅近くに極楽寺車区がある。このほか、夜間停泊などで使われる電流線が江の島駅構内に賛成がある。交換可能駅や信号場に設置されているポイントはほとんどが発情点鉄機となっている。 踏切は、警報機と遮断機がついている。第一種踏切道しか存在しないが、踏切以外の箇所を事実上の通路として、横断に利用しているケースがあり、問題となっている。わ田ずか、ゆ浜、鎌倉高校前、湘南海岸公園、柳工事、石上の6駅が終日無人駅となっており、切符は乗務員が回収するか、備え付けの収札箱に入れるようになっている。 繁忙期には旅客が集中する。無人駅にも駅員や警備員が配置される。自動改札機は鎌倉、長瀬、江ノ島、訓下沼、藤沢の5駅に設置されており、その他の駅のすべての出入り口には交通系、IC カード簡易改札機が完備されている。高架駅の藤沢駅、半地下構造の久釘沼駅を除き、各駅のホームと駅舎間には、古線橋の類は、 一切なく、校内踏切しかない。トイレは、極楽寺、柳工寺、石上を除く全駅に設置されている。極楽寺駅にあるトイレは、鎌倉市所有で、江ノ島電鉄管理の公衆トイレである。4両編成の場合、腰越,越駅では、ホームが短いため鎌倉より1両のドアが、締め切りとなる。藤沢駅の 0km ポスト起点は、藤沢駅である。したがって、 藤沢方面行きが上り列車、鎌倉方面行きが下り列車となる。早朝、深夜を除き12分間隔で運行され、すべての交換可能駅で列車交換が行われるネットダイヤを形成している。所要時間は、藤沢江ノ島間10分、江ノ島鎌倉間23分、藤沢鎌倉間34分。停車時間を含まない。 全線の運転時間は27分30秒である。全区間同士の列車のほか朝と夜の一部は、検尺のある極楽寺駅終着や稲村ヶ崎駅、始発、電流線のある江ノ島駅を始発、終着とする区間列車がある。日中は、全線6編成で運行され、平日は7時頃から18時頃までの全ての列車が4両、編成。 それ以外の時間帯は一部の列車が2両編成で運転される。土休日は9時頃から19時頃まですべて4両編成が組まれる。ゴールデンウィークなどは7編成で運行され、鎌倉駅副本線を使用した段落詩と称される、後互発着で運用される。早朝に極楽寺稲村ヶ崎の定期回送列車が設定されている。本線上を走る。 唯一の定期回送列車である。なお、この第51バイト列車は、稲村が先到着後すぐに、折り返し第51列車、鎌倉駅として営業運転される。江ノ島電鉄線の輸送実績を可評に記す。今柱中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。今柱中、最高値を薄赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を薄青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を薄緑色で表記している。鉄道統計年報より抜水江の島電鉄線の営業成績を過表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道と経年法よりは水江の島駅において連絡運輸は行われていない。江の島電鉄線が登場する作品については、江の島電鉄を参照。ありがとうございます。